羊雲が美しい空ですね。ハグザライフ、命を抱きしめよう。今日は空を見上げながら、パーソナリティあゆらやよいスタジオに入ってきました。秋に美しいその姿を見せる羊雲、これを漢字で書くとなんだかとても不思議なバランスなんですが、皆さんイメージしてください。羊という漢字は縦にしっかりと一本の棒が通っています。雲は横に筋が伸びている、そんな感じですよね。羊と雲を並べる羊雲、不思議な感じだなと思いながら、別名鉱石雲、秋に特に美しい羊雲を眺めながらの放送です。改めまして皆様、ハグザライフ、命を抱きしめよう、パーソナリティあゆらやよいです。おはようございます。そしてお昼からの再放送を聞きの皆様、こんにちは。さらに夜9時から今日の一日をほっと振り返りながらお聞きの皆様、こんばんは。今日も1時間のハグザライフ、命を抱きしめよう、年をとっても安心して暮らせるまちづくりを目指して、介護・医療の問題を中心に据えてお届けする番組です。さあ今日は10月の29日です。10月は介護が必要となった時に自宅で受ける在宅サービスをテーマにお届けしています。今日の主なラインナップ、今日は10月の最初の時にお届けしていきました座談会のまとめとなります。この番組のスポンサーでもあります大久保総合内科クリニックの大久保先生、そしてハウスポート湘南の佐藤社長、さらに社会福祉法人の理事でもあり横浜市会議員の鈴木太郎さんもお迎えしながらの座談会、今日もぜひお楽しみください。さあそして今日は懐かしのヒットソング、1965年66年を取り上げて2曲お届けします。昭和40年41年、私は幼稚園の頃ですね、札幌時代です。なんといってもザ・ビートルズ、今日は2曲お届けします。さらにハグザライフ、命を抱きしめよう、1時間の中に楽曲4曲おかけできるようになっているんですけれどもね、残りの2曲は今日はリクエストをいただいたキスオブファイヤー、浜野バタヤンのリクエストです。そしてもう一曲のリクエストは勝地改め州長の美空ひばり一本の鉛筆、お届けしていきます。その他にも介護エッセイマリコさんがやってきた、そして生き生きヒント、今日の生き生きヒントは介護は介護、解く言葉と介護のことをお届けしていこうと思います。コミュニケーションこそ介護には大切であるという生き生きヒント、トーマス・ゴードンのコミュニケーション論、お届けしていきますね。さあそれでは今日も最後までお付き合いください。この番組は何でも気軽に相談してください。
東戸塚を明るくする医療を目指す大久保総合内科クリニック、そして東戸塚駅東口徒歩1分オーダーメイドの家探しハウスポート湘南の提供でお送りします。さて、10月29日火曜日、ハグザライフ命を抱きしめようです。懐かしのヒットソングは1965年66年昭和40年41年の楽曲を用意しました。今日まず1曲目にお届けするのは1965年、ザ・ビートルズお届けしていきます。皆さんの人生にとってビートルズはどのような位置を占めていたのでしょうか。私はビートルズがデビューした1962年10月にデビューしたということなんですけれどもね、この時はまだ幼稚園、札幌時代の幼稚園、旭川だったかな、北海道時代だったわけなんですけれどもね、ザ・ビートルズに関しては等身大の感じではなかったんですよね。皆さんにとってはいかがでしょうか。ザ・ビートルズ、1962年10月にデビュー、1970年4月に事実上解散しました。ですから本当にこの8年間の活動だったということになるわけです。ただ母国イギリスでは12作のオリジナルアルバムのうちの11作がなんと全英イギリスでアルバムチャート週間1位を11作が獲得しているということです。私にとってはザ・ビートルズと対しながらモンキーズが出てきて、それがテレビで、ドラマがモンキーズが出演するドラマがねあって、小学校6年生の時だったと思いますが、親友クロちゃんと2人でね見ながら、あ、でもどうして見れたのかなと今思っているところなんですけど、昼過ぎだったんでしょうかね、テレビでの放送が、一緒に何か笑い転げたこと、そして誰が好きかって、それぞれお気に入りがあるわけなんですけども、そんな話をしたことを思い出しています。1966年には日本公演が日本武道館で行われました。いらっしゃった方も、もし細木てね、はいという方がいましたら、ぜひお手紙、ファックス、メールお寄せください。お待ちしています。1966年の6月30日、7月1日、7月2日と3日間あったそうです。司会は E.H. エリック。ザ・ビートルズの思い出、どんな風に関わってきたのか教えていただきたいと思います。今日は懐かしのヒットソング、1965年、66年とお届けしていきます。まずは1965年。ザ・ビートルズ、デイトーリッパーです。今日の懐かしのヒットソング、1965年、昭和40年のザ・ビートルズ、デイトリッパー、日本語に訳すと日帰りの旅行客ということになります。ポール・マッカートニーとジョン・レノンのボーカル、ザ・ビートルズ、デイトリッパーお届けしました。ハグ・ザ・ライフ、命を抱きしめよう、パーソナリティ、相浦弥生がお届けしています。それでは最初のコーナー、10月のスタートからお届けしてきました座談会、このハグザライフ、どのような方向を向いていこうか。さあ、今日は座談会のまとめということになります。ご出演くださっていらっしゃる皆様は、大久保総合内科クリニックの大久保先生、そしてハウスポート湘南の佐藤社長、さらに社会福祉法人の理事でもあり、横浜市会議員を務めてらっしゃる鈴木太郎さん、さらに相浦弥生と4人でお届けしていく座談会です。
市議会の中でも取り上げられる件数はこのぐらいのウェイトで上がってますよとか、今の市長さん結構あの介護に関しては力を入れていく予定ではおりますとか、横浜市ではやっぱりその高齢者よりも子育て支援に注目が集まっているというのがありますよね。市長になって、まあ、この前当選して2期目になりましたけれども、そもそも4年前もそれを、前面に訴えていましたから、やっぱり如実に出るのは施設整備なんですよね。その政策を重点を置いてやるときに、特に福祉の場合っていうのは施設整備が、ポイントになると思うんです。そうするとですね、やっぱり特別養護老人ホームをはじめとした高齢者福祉施設の整備は、かなりトーンダウンしたと思うんですね。それに引き換え、保育所の整備が、進んでというところあると思いますね。で、ただ、その一方で、それ以前には、まあ、相当程度、できてると思うんですよ。ですから、戸塚区、泉区、瀬谷区といったですね、南西部の、調整区域では今、特別養護老人ホーム、建たない状況になっていますよね。だからそういうこともあって、これからどうなのかっていうところはあるかなと思いますけれどもね。僕、思いますのはね、まあ、介護保険導入前後から見ていても、やっぱりこう、国も含めて、厚生労働省も含めて、こう、触れますよね。制度はどんどん変わるところがあるし、その、思った通りにならないことっていうのはいっぱいあったりすると思うんですね。一番顕著なのは、その、施設系入居して、サービスを受けるというのが、例えばグループホームであったりケアハウスであったりといった本来想定されていたのは比較的その要介護度が低い方々が入られてそこでできる限り自立した生活をしてというのを想定していてそこからまあ施設を移っていくっていうのが考えられていたわけですけど、なかなかそうならないですよね。本当ですかね。やっぱ予算は限られてて、その中で何かやろうとしても下手に手を出すと、こう蜂の巣をつっついたような騒ぎになっちゃって、ますます予算がかかってっちゃうとか、そういうことを警戒せざるを得ないんですかね。まあ、そこは必要度、バランスですからね。結局はバランスですから、その時々に応じて。今極端に言いましたけれども全くなくなるっていうわけではもちろんないし、というところですよね。ただどうなんでしょうね。介護とか高齢者向けの福祉というのはその大きな流れからすると、やっぱり施設から在宅へというのはすごくあるんじゃないかなと思いますよね。これからそうなってきた時に、これからどういう、こう枠組みというか、先ほど言ったようにこうお年を召されていけばどうしても重度化していく中でじゃあそういう前提の中で在宅でどういう形にしていくか、そういう時にじゃあサービスをどうつけるか、こういう設計みたいなものっていうのはますますこう重要度が増すというかね、しっかりと考えた上でやらないと難しいことになるのかなというのをすごく感じますけどね。僕が父親がやはり脳梗塞になって、まあ、受け入れの場所を探してた時に、やっぱり一番はインターネットだったんですけどね、ですからご家族にそういうインターネットとかそういう情報収集が、うまくできる方がいるといいなとは思うんですけど、まあそうじゃない方もいらっしゃるんで、まあ、やっぱりそういったところにどういうふうに情報を届けていくかっていうこともまあ大事なんじゃないかなと思いますね。現場の声ってのがねすごく重要なんですよね。だから相浦さんが本当に言ってくださって実際にやってる方がこう楽しく過ごされてる様子を聞くっていうことが、まあ、僕なんかこうクリニックでやっててもなかなか見えてこないものであって、そういう意味では非常に勉強になりました。マイプレジャーっていう考え方ね、
やっぱりやってあげたいっていう気持ちも絶対にあるはずで、それこそがもう生きてる意味じゃないかと思うし、僕が医者ずっと続けてるのもそういう意味ありますし、政治家の方だってそうだと思うんですよ、うんうん、だからそれはやっぱりやらせてほしいなと思うんですよね、うんうん、遠慮せずにね、遠慮せずに、うん、やりたくてやってるわけですから、うん、私の楽しみでやってることはやらせてくださいっていうふうに、うん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 、まあ、それもハグザライフなんですね、うん、そうですね、うん、だからやっぱりいろいろ考えていくと本当にこっちを立てればあっちが立たずということもあって、うん、それを全て行政の面でね、うん、やっぱり解決してくださいっていうのは、うん、まあ、これ絶対やっぱり無理な、うん、ところなんで、うん、まあ、それをやはりまあ、まずはこの番組をね聞いていただいている方は個人の方かもしれないですけども、うん、まあ、僕なんかはやっぱり企業として、うん、まあ、企業の間にも、まあ、そういったね、ものを広めていって、まあ、何かこう連携のものができたらね、うん、いいかなと思いますけどね、介護の現場にね取材に行ってて本当感じたのは、その決して収入的に恵まれてもいないんですよ、実を言うと。今まだそれがすごく僕は介護の現場では問題だと思いますし、だけど本当にやってる方に話聞くと熱意がものすごくて、うん、まあ、あんまり収入のことなんか見合わないぐらいのことをさ、すごく積極的に関わり持ってやってくださってるわけですよ。だから、うん、そういう様子がね本当に伝わって、あ、なるほど、現場の人はこんなに楽しくてやりたくてやってるんだ、じゃあ仕事させてあげなくちゃとかさそういう気持ちを皆さんが持って、そういうことで世の中って回ってるんだなって安心して思えるようになってほしいですよね。またそれをね聞いた若い方がね、うん、ああこういう仕事やっぱりいいんだなって、ね、うん、そういう仕事に携わりたいと思ってもらうのもまた一つですよね、うんうん、まあ、今の仕事に疲れちゃった方にはねすごく介護職っていいなと思って進めてるんですけどね、うん、街の中、戸塚の街歩きながら、はい、介護のことね分からずに困ってるんだとか、うん、うちのおばあちゃんこんな感じだけどどうしたらいいかと思ってるんだっていうのは、そんなお声も拾いながら、うん、それをさらに取り上げて、うん、先生やそして介護施設の皆さんにこう投げかけていって、うん、っていうようなところもやりたいなと思っているところですね、うん、さあそして新しいコーナーとして、うん、佐藤社長のハウスボート長男さんで取り次ぎをしていらっしゃる、はい、お母さん業界新聞、はい、この中にちょうど介護を、ね、取り上げたマリコさんがやってきたという、ね、はい、エッセイがありまして、ね、これをやはり、番組の中でもご紹介しながらというふうにも、ね、思っているところです、はい、そう考えると佐藤社長との本当にこのお出会いはママたちをサポートするママポートスタジオから、はい、そしてハグザライフという形でね、はい、こう本当にそうですね、来たわけなんですけれどもね、はいはい、まあ、でもこの お母さん業界新聞の取り組みも、はい、基本的にはお母さんを元気にしようっていうことなんですけども、うん、例えば、このお母さん大学、にはですね、こもり隊といって、シニアの方にですね、まあ、こもりをしてもらうと、うん、まあ、そういうような取り組みもありまして、まあ、そういったところで私も、そういった方たちとお付き合いさせていただいて、まあ、マレットゴルフをやったりとかですね、まあ、いろんな活動があるんですけども、うん、まあ、そういったところもですね、ぜひ巻き込みつつですね、はい、巻き込み型の番組で、まあ、どんどんこう輪を広げていくと、ね、力がやっぱり大きくなるんじゃないかなと思うんですけども、はい、ぜひ今日は皆様本当にありがとうございました。それじゃあ皆さんで最後にこのタイトルをコールして、うん、終わりにしたいと思います、はい、1,2,3 ハグザライフ、命を抱きしめよう。
4人の座談会いかがだったでしょうか。ご質問そして感想などお寄せください。お待ちしています。それではメモの用意は大丈夫でしょうか。お手紙おはがきの宛先は郵便番号 244-0805 横浜市戸塚区川上町 91-1 FM 戸塚ハグザライフ命を抱きしめよう、またはあいうらやよい宛てお送りください。あいうらは相談の相に三浦半島の裏、ひらがなで3月生まれのやよいです。ファックスは 045-829-0837。 そしてメールを送ってくださる方はアドレスが mail@fm-totsuka.com です。皆様からのお便りリクエストお待ちしています。さあそれでは懐かしのヒットソング、今日はザ・ビートルズの2曲を最初とそして最後にお届けすることにしますね。今日の2曲目はリクエストをいただきましたジョージア・ギブスキス・オブ・ファイアーお届けしていきます。このリクエストはラジオネーム浜野バタヤンからいただきました。キス・オブ・ファイアージョージア・ギブス1952年に大ヒットした楽曲です。そしてねこのキス・オブ・ファイアーというタイトル名どこかで聞いたことがあるなと思いながら、もちろん曲としても聞いていたんですけれども、カクテルの名前にあるんですよね。アルコールが大好きな相浦弥生なものですから、このカクテルのことちょっと解説しますね。ウォッカとスロージンとドライベルモットが1対1対1の割合、それにレモンジュースを入れていくと、これがキスオブファイア、さらに粉砂糖のスノースタイルのカクテルグラスに注ぐと。スノースタイルのカクテルグラスというのは粉砂糖をカクテルグラスのこう上にね周りにつけてスノースタイルのグラスに注ぐとキスオブファイアということになります。これは1953年のカクテルコンクールに出品して優勝したものだそうです。この楽曲が1952年大ヒットということですからね、まさしくこの曲をイメージしながらバーテンダーの石岡健二さんが作ったということです。バーに行った時にキスオブファイアを注文して、そしたらそのバーテンダーさんがキスオブファイアのジョージア・ギブスを BGM にかけちゃったりしたら最高にかっこいいですよね。それでは浜野バタヤンのリクエストお届けします。やはり名前の通りに情熱的な楽曲でしたね。今日は浜野バタヤンのリクエスト曲ジョージア・ギブスキス・オブ・ファイアーお届けしました。さあ浜野バタヤンからはねメッセージもいただいていますので、こちらはこの後のお便りコーナーのところでお届けしていきます。浜野バタヤンいつもありがとうございます。皆様からのお便りお待ちしていますね。ザ・ハグザライフ命を抱きしめようお届けしています。今日の最初の座談会の中でも話が出ていましたが、お母さん業界新聞の中に連載されている
介護エッセイ、マリコさんがやってきた、このコーナーでお届けしています。さあ今日のマリコさんがやってきた、親子関係が逆転するときというタイトルです。金子涼子さんがご自身のお母さんマリコさんとの介護のあれこれを綴った介護エッセイ、マリコさんがやってきた。85歳のマリコさんは介護5の認定を受けています。昭和3年生まれのマリコさん、介護生活のリズムもつかめてきたある日、介護休暇を取って出かけることになった私。その時感じたのは、介護ってやっぱり子育てみたい。こんな出だしから始まっています。さあ読み進めていきますね。続くということでお届けしているマリコさんがやってきた介護エッセイ、楽しみに待っていてくださっているといいなと思いながらお届けしていきます。チームマリコも順調に進み出した頃、介護休みと称し初めて1日出かけることにした。マリコさんの食事介助、身体介助は朝昼夜とヘルパーさんにお願いした。1日分の食事を用意し、やってもらいたいことのメモを書いていざ出発。朝からの外出にウキウキする自分がいる。後ろ髪を引かれながらも外の空気が新鮮で思わず深呼吸。誤嚥を防ぐため形のある柔らか食や水分補給ゼリーなど、ネットで注文した介護食を用意。数年前の父の介護時に比べると介護の世界は日々進化しているものだと驚く。私の場合こうして便利なものに手を出す、かなり手抜きな介護だ。少し前に夕方から夜にかけて出かけたことがあった。その時はマリコさんに出かけることをしっかり告げて出かけた。翌朝私の顔を見るなり、今日はどこかへ出かけると不安顔のマリコさん、今日も置いていかれてはたまらないと思ったのか、まるで母親の後を追う子供のような目で見つめられ、今日はどこにも行かないよと答えると、やっと安堵の表情。親子関係が逆転したように感じた。さて熱が出たらどうしよう、何かあったらどうしよう、あれこれ考えて出かけるのも一大決心。まるで初めて子供を預ける母親の心境で、そんな自分に苦笑い。結局心配事は何も起こらず、家に帰るとマリコさんはすやすや夢の中。リフレッシュした私は翌日から元気に介護生活に戻ったのでした。続く。さあいかがだったでしょうか、今日のマリコさんがやってきた親子関係が逆転するとき。本当ですね、人生を半分に折るとすると、年を取った時に赤ちゃんに戻るとよく言う言葉ですけれども、本当にそうなんだな。そこに関わってくる方たちにとっても、マリコさんがのやってきたの中にあるように親子関係が逆転したということを感じるんだなと思いました。ネットで注文する介護食あるんですね。こういったこともこれから生き生きヒントのコーナーなどでね、取り上げていこうと思っています。金子涼子さん、マリコさんのお嬢さんはね、かなり手抜きな介護だと自分でこのエッセイの中に書いてありますけれども、介
介護をする人がくたびれてしまっては本当に大変になります。あなたも大事、私も大事、これをね大切に土台に据えながら介護ってきっと進んでいくことが良いのではないかなと私は思っています。今日の生き生きヒントは冒頭でもお伝えしましたけれども、この介護を介護とするということ、解読する言語と書いて介護、介護はコミュニケーションだと思います。きちっと話して、そしてきちっと向こうの思いも聞いていく、一人と一人の人間として、たとえそれが認知症になり体が弱っていたとしても、土台としての人間でつながっていきたいなって思います。まさしくそれはね、先ほど人生を半分に折った時の話、赤ちゃんの時、子どもの時とお年寄りがとっても似ている話をしましたけれども、小さいうちでも一人の人間として認めていくことで素敵なコミュニケーションが取れることを私は信じているし、そのように実践してきたつもりです。ということで今日の生きヒントはね、さらにこのマリコさんがやってきたとも関連しながら、介護は介護ということでね、お届けしていこうと思っています。今日の介護エッセイ、マリコさんがやってきたでした。どうぞ来週もお楽しみに。さあ、それではここからはお便りコーナーです。今日も皆様からいただきましたお便りご紹介していきます。まずは先ほどキスオブファイヤーのリクエストもくださったラジオネーム浜野バタヤンです。昔ね、浜野バタヤンに3をつけて浜野バタヤンさんって呼んでたんですけれどもね、浜野バタヤンから3はつけない方がリズムとしてかっこいいということでね、お話をいただきました。ということで浜野バタヤンと呼び捨てにさせていただきながらご紹介していきます。相浦弥生様、10月15日のハグザライフでの介護エッセイ、マリコさんがやってきたの中で、ある青年の志を紹介したものを聞いて、某高齢者介護ホームで勤務している今年高校卒の女性へ、先輩からの指導に早く一人前になるよう、頑張りすぎぬよう頑張れとエールを送りたいと思います。浜野バタヤンからいただきました。マリコさんがやってきたを聞いて、そしてその内容とね合わせて、この地域の介護ホームで勤務している方のことを思われて書いてくださったエール、本当にありがとうございます。この番組は介護施設の皆様にも聞いていただいてね、ラジオを真ん中にして、またはサイマル放送でも聞けますのでね、パソコンのスピーカーから聞いていただいて、そしてメッセージもいただきたいなと思っています。朝9時が本放送、そしてお昼の2時、夜の9時と3回、火曜日の放送ハグザライフ命を抱きしめようです。お昼の2時は介護施設などでお昼のご飯が終わった後にね、こうちょっと休憩しているレクレーションの時間帯でしょうかね、皆さんで聞いていただけたら本当に嬉しいです。
そして今の浜野バタヤのお手紙のように、そこで勤務してらっしゃる職員の方にエールを送る、お便りを読ませていただいたり、そしてまたそこからお返事が来たり、この番組を真ん中にしながらつながっていくことができたら嬉しいです。さあ、そしてもう一通、浜野バタヤはね、ファックスでいつもくださるんですよね。ありがとうございます。もう一通は活字改めラジオネーム周長からいただきました。これも3をつけずに周長と呼び捨てにしていいでしょうか。周長、あゆらさん、いつも元気な声と表情の分かる放送ですね。元気をたくさんもらえるコーナーですと書いてくださいました。まあ嬉しいな、ありがとうございます。この表情の分かる放送、声だけの世界、声と言葉の世界、これがラジオなわけです。ここに表情がついて 100% のコミュニケーションになると言われていますけれどもね。それでは今日のお便りコーナーから続きということになりますね。生き生きヒントはまさしくそのコミュニケーションのことをお伝えしていこうと思っています。表情が 70%、 そして言葉はわずか 7%、 声が 23% とコミュニケーションの勉強の中ではね、そう言われているんですけれども、 70% の表情が見えないラジオだからこそ、言葉と声を大切にしながら、どの言葉で伝えることが皆さんに届くのかということをね、いつも考えながらお届けしていこうと思っているところです。そして表情の分かる放送ですねと言っていただくことはね、本当にもう嬉しい限りです。集長ありがとうございます。懐かしのヒットソングのコーナーはとても楽しみに聞いています。懐かしいです。今日もリクエストします。美空ひばりの一本の鉛筆をかけてください。でね、実はラジオネーム周長さんのこの便箋にね、今日は横書きで、以前いただいたのは縦書きで書いてくださっているんですけれども、達筆で続けてあるこの文字がね、どうしても読めない部分がありましてね、ラジオネーム周長、ぜひどうしたらいいでしょうね、これ工夫して、私が達筆な、そうだ、書道の先生にこれを見てもらって解読してもらうといいのかもしれません。私の義理のお姉さんでよろしいでしょうかね。義理のお姉さん、原爆での後遺症で33歳の若さで亡くなったと書かれてあります。幼い娘3人を残して亡くなりました。この曲を聴くと未だに涙が出ます。よろしくどうぞ。ラジオネーム周長、10月22日、先週の放送を聞いて書いてくださったんでしょうか。ラジオネーム周長ありがとうございます。今日はこの後リクエスト曲、美空ひばり一本の鉛筆、お届けしていきます。
ラジオネーム周長からいただきましたリクエスト曲、美空ひばり一本の鉛筆お届けしました。この楽曲は1974年の8月に第1回広島平和音楽祭で歌われたものです。一本の鉛筆で反戦を訴えることができる、戦争の怖さを訴えることができると歌われています。作詞は松山善三、作曲は佐藤勝です。さあ、それでは懐かしのヒットソング1966年の楽曲ザ・ビートルズ、今日はねザ・ビートルズで2曲お届けしました。やはり1960年代はザ・ビートルズの活躍したこの年代であります。皆様にとってのビートルズの思い出、日本武道館見に行ったよというお手紙もぜひねお寄せください。お待ちしています。ザ・ビートルズ特集もねお届けしていこうかなとも思っているところです。それでは今日の最後の楽曲、ザ・ビートルズペーパーバックライダー、これは手紙の体裁を取っています。小説家を志すある人物が本、ペーパーバックですね、ペーパーバックを出版してくれるよう熱烈に訴えているというストーリーです。ザ・ビートルズペーパーバックライダー。ザ・ビートルズの楽曲ってね、短くて2分程度のものがとっても多いのも特徴です。ハグザライフ、命を抱きしめよう。この番組は何でも気軽に相談してください。東戸塚を明るくする医療を目指す大久保総合内科クリニック、そして東戸塚駅東口徒歩1分オーダーメイドの家探しハウスポート湘南の提供でお送りしました。皆様からのお便り、そして今日もねリクエスト曲2曲おかけしましたけれども、大好きな曲、これはね懐かしのヒットソングのその年代に関わらずお寄せいただいて、そして探し出してかけていこうと思っています。お待ちしています。それではまた。